ホムベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ホーゲルスベルク軍に属す市である。州で知られた空気の正常な保養地であるホムベルクは、マールブルクの南東約 19km のアメーネーブルク盆地の南東端、オーバーヘッシェシュベレに含まれる、高さ 358m のホーホベルクやその市脈の南西斜面に位置する。海抜 200m 付近の中心市外部を流れる。 ラーン川支流のオウム川の対岸、市街地のすぐ南に331メートルのヘルマンスベルクがある。また、約5キロメートル北西に407メートルのマルドルファークペがある。両者はルムダ高原に属す山である。フォーゲルスベルク自体はオーバーヘッセン山地に含まれる山である。ホルデラーフォーゲルスベルクとネルトリヒエフォーゲルスベルクイコールフォアラントは、共に名前に、 フォーゲルスベルクを含んでいるが、これらは西ヘッセン山地に属す。一方、中核宿から約4キロメートルの南部宿がある、ウンターフォーゲルスベルクは、これらの山並みとは異なり、地質学上は、講義のフォーゲルスベルクに属しており、フォーゲルスベルク本体と同様にオーバーヘッセン山地に属している。周辺の山並みはいずれも、森に覆われている面積は半分以下であり、 風力発電機が高い密度で設けられている。ホムベルクは、北は、シュタットアレンドルフ、北東は、キルトルフ、南東は、ゲミュンデン、南は、ミュッケ、西は、エプスドルファーグルント、北西は、アメーネブルクと境を接する。ホムベルク市は、クビユであるホムベルクのほか、アッペンドーと、ブライデンドーと、ビュースフェルト、ダンネンローと、デッケンバッハ、エルベンハウゼン、 コンタースハウゼン、ハールハウゼン、ヘインゲン、マウルバッハ、ニーダーイコールオフライデン、オーバーイコールオフライデン、シャーデンバッハの各祝からなる。ローマ王ハインリヒ四世は、母、アグネスの願いにより、ラーンガウハクベルナース三世の所領である、ホーフンバーチ村の土地住風船を、すべての付随する権利とともにヘルスフェルト修道院に寄進した。これは、1065年のことで、 ホムベルクに関する最初の公式な記録である。このオウム川の谷に位置する山に、いつから人が定住し始めたかの詳細は、判明していない。1655年のマテウス・メイリアンの同伴画に、描かれた、ホムベルク上現在のホムベルク上1146年に、ヘルスフェルト修道院へのさらなる寄進が記録されている。今度は、ローマ王コンラート3世が、 自らの所領の半分を修道院に譲るとして明文化しているが、ホムベルクの山自体は王の所領に残された。このことから、その位置が戦力上を特に重要であったことが推察される。また、これらの日付から、おそらく12世紀にはホムベルクに城があったに違いないと推測されている。ホムベルク近郊のシュロスベルクにホムベルク城司が残されている。 都市圏の需要も100%の確信を持って日付を特定することはできないが、ホムベルクが最初に死と記述されたのは1234年であった。このほか、いくつかの証拠も当時、ホムベルクがしっかりとした都市構造を有していたことを示している。ホムベルク市の最初の紋章は、砲白量の都市で当時典型的であったモチーフを描いたものであった。すなわち、 三つ葉型アーチ状に様式化された城が描かれており、その下に向かって右向きに歩む獅子。この紋章や中林原宝白の都市創設に関する集中的な尽力は、ゴムベルクの死としての長い歴史がまさに宝白によるものであることを示している。近隣のアルスフェルトやマールブルクもこれと同じようにして形成された一連の都市なのである。砲白はこの地方に 経済的、軍事的拠点を作り、この地方を安定させようと意図したのであった、ヘッセン・ホーハクも広大な所領を獲得して、以降、こうした戦略を引き継いだ。ホムベルクは、ホーハクのアムと、都市裁判所、地方裁判所の所在地として、重要度を増していった。1587年の党規模によれば、ホムベルク市には、ホムベルク集落地震のほかに、アッペンド道と、 ユースフェルト、デッケンバッハ、ヘインエン、エーリングスハウゼン、コンタースハウゼン、ハールハウゼン、マウルバッハ、ニーダーイコールオフライデン、オーバーイコールオフライデン、シャーデンバッハ、デュルフェン、グートベルダースハウゼンといった村落が含まれていた。こうした構成は1972年の市町村再編によってもほとんど変化はなかったが、エーリングスハウゼンとデュルフェン領とは、ホムベルク氏に属さず、 ブライデン道ドドと断念道とが加わった。ホムベルク城は、砲白の役人の行政機関及び館として利用され、市の重要な要素を占めており、ヘッセン砲白によるこの地域の支配権成立に決定的な役割を果たした。城が現在の外観になったのは13世紀から15世紀であることも判明している。30年戦争でベルクフリートが破壊され、 堅牢な城としての歴史がはっきりと実感される。その後この城自体はしばしば抵頭に出され、宝博は周辺の貴族から借金をしていた。1567年にヘッセン宝博フィリップ艦砲白が亡くなり、ホムベルクをヘッセンマールブルク宝博領とする遺言が執行された。しかし、早くも1604年にはこの町は ヘッセンダルムシュタット法白領となった。ホムベルクは中世には単に司法、行政の節目としてホーゲルスベルクの片隅での重要な役割を演じただけではない。13世紀にはすでにホムベルクに貨幣鋳造所があったことが文献に記録されている。さらに公益都市ライプツヒとフランクフルトとの間の交通の便が良い場所は市場都市としての発展をもたらした。 フィリップ一世宝白は1554年にホムベルクに最初の市場開催の特権を与えている。毎年6回家畜市や雑貨市が開催され、10月第3水曜日に開かれていたカルテマルクとは現在も継続されている。ワイン及び上流酒の製造権やビール醸造権の授与とともに数多くの企業がこの町にやってきた。学校は 1529年に初めて記録されている。資金不足により特徴的な屋根を現在もいただいているホムベルクの市教会は13世紀前半に建設された。1700年頃までは市教会よりも古い城の礼拝堂があったのだが取り壊された。さらに1565年に建設された墓地礼拝堂は繰り返し記録に残されている。 固有の墓地協会を建造するために埋葬地は外側に移された。ホムベルクの初期の経済発展は災難や薬病によって強く妨げられた。何度もの大火がホムベルクの住民を苦しめた。特に1657年の大火災ではホムベルク全域が消失した。30年戦争もホムベルクを襲った。ホムベルクは1635年。 1641年、1646年の三度戦場となり、町は破壊され、略奪された。これに比べれば、七年戦争では幾分増しであったが、それでも宿営の面倒には耐えなければならなかった。1750年にホムベルクは三十年戦争以後初めて大きな住民の流出を経験し、人口は約1000人にまで減少した。また、 19世紀半ばには、ホムベルクの住民の1、4が、アメリカ合衆国などに移民として流出した。1840年からの人口調査によれば、ホムベルクの人口は1743人であった。第二次世界大戦後、この町は徐々に、オウム川中流域の中規模都市に成長していった。これには、工業系企業の進出も大きく寄与していた。この町の意義は、 変わりなく、1972年のヘッセン州の地域改革では、周辺の村を合併し、さらにその後は1821年には、すでに本市に属していなかったビュースフェルトやエルベンハウゼンも合併した。1539年建造の視聴者市長は、クラウディア・ブルームである、彼女は2016年3月20日の決選投票で54.5%の票を、 獲得して市長に選出された。この選挙の投票率は63.3%であった。前職で再出馬しなかったベーラデーレンは2016年7月1日に離職した。ホームベルクの審議会は27議席からなる。ズンガラ、クローバー型アーチの上に両側に赤い屋根の小さな塔を持つ銀の城。クローバー型アーチの下には向かって、 右向きに歩む多色のヘッセンの獅子。ホムベルクのプロテスタント市協会ホムベルクの市庁舎は1539年にマルクと広場に建設された。この木組建築は歴史上裁判所として使われ1554年に設けられたワインセラーを備えている。この建物は1965年に完全に修復され木組が露出された。ブラウハウスは 13世紀に、初めは、監視小屋として用いられており、死壁の一部となっていた。1751年に改築され、1581年に、初めて新しいビール醸造所として記述されている。ここでは、ブラウマイスターの指導下で、ビールが生産されていた。ブラウハウス島は、ホムベルクの死壁の中で唯一現存する島である。現在ブラウハウスは、 町の歴史を展示する博物館となっている。1700年より以前に木組み様式で建設されたシュタットビルトハウスは1671年に市がその製造特権を獲得した地元産ワインを及びその上流酒を飲むことができる唯一の場所であった。小売人はホムベルクのバインマイスターから直接商品を購入していた。この他の歴史上重要な建物が 16世紀後半に建設されたホムベルク薬局である。この木組建築は後期ルネサンス様式によっている。1715年から1960年までホムベルク薬局は営業を停止していた。ホムベルク市協会は1200年頃に建設されたもので平屋根の三郎式列中シリカ協会である。 ホムベルクの墓地礼拝堂墓地礼拝堂は1583年に初めて記録されている。この教会は後期ゴシック様式の木組建築である。ホムベルク城は中世初期の城塞である。この城塞は30年戦争でスウェーデン軍とニーダーヘッセン軍によって破壊され、ベルクフリートは爆破された。1648年に一部が修復され、1836年に 新築された。現在ここは指定となっている。7月の第3週末に歴史的な視聴者周辺のマルクト広場で市民祭研旧市街祭のホムベルガーブルンネンフェストが開催される。ホムベルク自衛消防団音楽隊ファンファーレ隊が運営するこの催しは行事カレンダーの重点であり、近くや遠くからの訪問客を興奮させている。10月の 第3水曜日にはカルター・マルクトが開催されている。1万人以上の来訪者が市場の出店が並ぶ旧市街を歩き回る。この地方で重要なこの市場は2012年に第459回を迎える。初夏とアドベントの時期にホムベルク・ジル・ヒャー・コーラスがシ立ホール及びプロテスタント市教会またはカトリック教会で伝統的なコンサートを行っている。 オステローデアムハルツのネジメーカーコマックスの大規模な工場が1955年に進出してきた。ビュースフェルト市区には家庭用品メーカーベミナの本社がある。オームシュタットには2004年から皮膚病治療薬の製造、販売を行うヨークファーマがある。連邦アウトバーン A5 号線のホムベルクインターチェンジは中核区の南約 10km に位置する。また、 8km 北を連邦道 B62 号線が走っている。アウトバーン A49 号線をマウルバッハ付近で A5 号線に接続させる最終区間の計画は現在進行中である。キルヒハインやマールブルクを経由して A5 号線に接続するのに適したヘレンバルトルートについては政治的議論がなされている。ホムベルクは ラインマイン交通連盟のサービスエリアに位置している。地方バス382系統路線は、ホムベルクと最寄り駅である、ホーゲルスベルク鉄道のブジュク熟ンとニーダーゲミュンデン駅、あるいはマイ。ゲミュンデンへは、オーバーヘッセン交通会社のバス路線、VB-71 系統が通っており、VB-13A 系統は、アルスフェルト駅まで、直接運行している。 ホームベルクを通るオームタール鉄道ブルク運とニーダーゲメンデンキルヒハイン線はニーダーイコールオフライデンからキルヒハインまでが貨物線として運行している。ヘッセン自転車道 R6 号線もホームベルクを通っている。ホームベルクには言語治療クラスや養護ケアを備えた基礎家庭学校が一校ある。他に総合学校のオームタール修レがある。さらに、 オーバーイコールオフライデンには奥の教育センターがある。ありがとうございます。